もうこちらはあのすごくお腹が空いていて、あのちょっと早く食べたいんですけども、その前に今日はゲストをお呼びしております。アスカちゃんです。イエーイ、こんにちは。アスカちゃんに来てもらいました。ですね、アスカちゃんとはずっともっぱん動画を撮りたいって言ってて、あのこの企画にしようって決めた時にもうアスカちゃんの顔が浮かんで、あもう絶対にアスカちゃんにしようと思ってすぐに LINE して、やってまいります。今日の企画はですね、ただ韓国料理を食べるっていうだけの動画になります。はい、じゃあいただきます。いただきます。何か食べる？どうしよう、でも美味しそう、どうしよう、とりあえずチーズハットク、チーズハットク、もうほんと、じゃあいただいていいですか？うん、初めて。いただきます。いただきます。うん、じゃあ私もいただきます。いい音。私は餃子です。だからアスカちゃんと今度あの餃子何個食べれるか企画もやりたい。あ、やりたい。何個まで最大いけるのか気になる、気になる。やりたいですね。やりたいですよね。教えてほしい。これ食べに行ってください。うん、確かに。コメントください。もうやだ、もう美味しすぎてやだ。本当に美味しい。よく来る。新大久保は結構行くかも。韓国料理好きなんですよ。他も行くかな。レナとめっちゃ来る。夢企画すぎてやばい。ああ伝わるかなこれ。なんかレナがあのこのモッパン動画にしようって思ったきっかけは、うん、自分のマイルーティーンなんですかみたいな質問で、本気でマイルーティーン、なんだろうなと思って考えたら、なんか寝る前に絶対食べるなんかモッパン動画見ちゃうんです。へえー、そうなんだ。なんか本当にこれ自分でも癖になっちゃってて、なんかその動画を見て、だから逆にこうみんながこの動画を見てちょっと幸せな気持ちになってくれたらいいなと思って、この動画にしました。あ、でマスクがその見るっていうのでつながってるのは、なんか一人でご飯食べる時とか寂しいから、そういう食べてる動画とか見て一緒に食べてる気分になるみたいな。それもやそう。それめっちゃやる。確かに。じゃあそれに使ってみたい。はい。で、まっ。あれ。めっちゃ美味しい。これやばいね。うん。やばい。美味しい。すごい方。すごい方。これチンする？うん、確かに。ね。チンする。アスカちゃん。世界で一番優しい。全人類で一番優しいお姉さんです。あ、めっちゃ美味しい。
チミツだ。あ、ハチミツか。めっちゃハチミツ。レアハタ東京あるあるで思い出した。みんなさ食べるの好きじゃん、うん、だからあのお店とか行くとめっちゃ頼むんだよね。めっちゃ頼んでもう最後、うん、食べすぎたねって言いながら頑張って食べる。あかちゃんは何が好きですか、食べ物。あかは鍋。あそうだ、鍋って言ってた。鍋の季節ですね。もうそうなの。何鍋が好きですか。柚子。大丈夫かな。柚子めっちゃ美味しい。どうやって作るんですか。柚子はなんか作るのもできるんだけど、なんか作ると結構柚子のあれによって苦かったりとかする、うん、だからなんかその年が売ってるの。なんかちょっと柚子から柚子の、そうなんだ。そう、結構美味しい、さっぱりして美味しい。もう取ってきてないから永遠に食べられる。でも鍋いいですよね。ダイエットにいいし、あのなんか体楽しい。ダイエットしてた時に食べてた。あ、一回だけ本気のダイエットっぽいのをしたことがあって、エネルギーが本当に出なくて、食事をなんか抜くとかはもう自分に合わないんだなと思ったのと、自分の体ってなんかバッテリーなんじゃないかと思うくらい、自分の中でエネルギーバッテリーみたいなのがあるんですよ、うん、で、なくなるとそれがお腹すくと本当に 0% みたいになって、なんかあの口数がめっちゃ少なくなるタイプで、Dリーグのリハですっごいお腹減っちゃって、うん、お腹すいたなーとか思いながら、めっちゃお腹すいたってこうしてたんですよ。そしたらライムに、レイナ、今お腹すいてるでしょって言われて、あーすごい。めっちゃタイムリーというか、もう本当にその時に思ってた時にちょうど言われたから、もう思わずなんで、なんで分かったのって言って、すごい、なんか雰囲気でなんかなんか多分、あのレイナが深刻そうな表情とか、うんみたいなとか、口数が少なくなった時って怒ってるとかそうじゃなくて、単純にお腹が、なるほどね。で、なんか本当に食べるともうもうここの目とか言ってるってなって、で、すごいもう激辛みたいになるんですよ。世界にもう一種類だけしか食べ物がなくなるとしたら、うん、あー、うわー、餃子は多分あの気持ち悪くなっちゃうので、さすがに、うん、本当にそれしか食べられないとするんであれば、カキ、カキ、カキ、スルーツの、スルーツの、スルーツ、スルーツ、スルーツのカキ。つまんないけど、柚子鍋。ああ、うわ、確かに、それだったら確かに、めっちゃ、確かに、確かに、ちょっとレイナもダメにしていいですか。変更、もう1日も経たずに、そうですね、ちょっと1分くらい。確かに飽きないのよ、鍋。飽きないです。飽きない。ダイエット中毎日本当に食べてたの、うん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 、その時にあ、これいけるわと思って、うん、この世に鍋しかなくなっても、うん、いけるって思って。具は何入れるんですか。具はもち、肉、ニラ、チーズ、ハサミ、ラムネ、はい、どんかけ、肉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 、大食い企画やってみたいな。なんか RC 全員で。うわ、やりたいね。なんかレイナが一回やったのは家族でイチゴ狩り行って誰が一番多く食べれるかみたいな。やりたい。でレイナも見事優勝しちゃった。親戚13人くらいでやって、レイナ何個食べたのかな。76個とかそっくらい食べた。すごい、76 とか食べて、わお。で優勝しました。ちょっとあれ、じゃあ皆さんお願いします。やろ、いちご狩り。やりたい。誰が優勝しますかね。まこととかでもめっちゃ食べれる。まこちゃんめっちゃ食べれるね。なんかすか、最近よく聞かれるのが、そのリアタ東京ってファンの方とか会う時と普段ってみんな違うんですかって言われる。結構一緒だよね。まんまですよ。そうですよね。そう、まんま、本当にまんま。みんな言うけど
LOL キッズはあ、ほんだだだだこれでも大丈夫レーナからしたら小学校5年生の時に多分ちょうど中学校の部門とかでめっちゃ優勝したしスターだったからだからもう今こうやって一緒にこの1個のこの画面に一緒にいる映像をあの時の自分に見せたいなあなあ一応せーのアレシティフォーライフバイバーイ。じゃあねー。